サダーシバラーヤは、南インドのビジャヤナガル王国、トゥルバーサの君主。ビジャヤナガル王国の摂政トゥルバ・ナラサーナーヤカの息子、ランガラーヤの息子として生まれた。1542年、ビジャヤナガル王、アチュタデイバラーヤの死後、その息子ベンカタ一世が王位を継承した。だが、彼は、間もなくその摂政であったサラカラアジュッチンナティルマラに、 殺害され、多くの王族も共に殺害されたが、サダーシバラーヤは、運よくグッティ城に逃げることに成功した。その後、サダーシバラーヤは、宮廷の実力者、ラーマーラーヤとその弟ティルマラデーバラーヤに王として、擁立されるに至り、ビジャヤナガルへと進撃した。1543年中頃までに、ラーマーラーヤは、ビジャヤナガルを制圧し、サダーシバラーヤは、 即意識を上げ、ビジャヤナガル王となった。だが、当然ながら、王国の実権は、摂政となったラーマラーヤとティルマラデーバラーヤに握られていた。1565年1月、ラーマラーヤは、デカンスルターンアサとの戦いに倒れ、弟のティルマラデーバラーヤは、サダーシバラーヤを連れ、南方のペヌコンダへセンする形で避難した。1569年、サダーシバラーヤは、 セッショーティルマラデーバラーヤに王位を散奪され、ここにトゥルバ朝アサは滅亡し、新たにアーラビードアサが創始されることとなった。サダーシバラーヤは王位を散奪された後、1576年まで生存していたという、ありがとうございます。